えー、秋ですね。はい。まあ、1年にね、年間通して、日本では春、夏、秋、冬と、4つの季節が一応あるんですけども、僕実は秋が一番その中で好きでして、で、まあ、まあ、なんで秋が一番好きかというと、まあ、基本的にですね、すごい過ごしやすいっていうのもあるんですけど、 こ春よりね、秋の方が好きなんですね。でなんで春より好きかって言ったら、こう春はね、あの冬からこう春になっていくって感じで、要は寒い時期から暖かくなってくるっていう、まあ、感じじゃないですか。でも秋ってどっちかというと、あのまあ、夏の暑い時期が終わってで、これから冬に向けて涼しくなってくるっていう感じじゃないですか。 基本的にまあ,あの僕冬の方がすごい好きで,でまあその好きなシーズンにこう入っていくっていうのをこう日々実感できるっていうのがすごい好きでまあ春よりも秋の方が好きかなっていうところなんですけどまあね秋色々まあ名物というか秋といえばみたいなあるんですけどまず秋で好きなんか僕すごい服装がね、あのー 夏場の服装よりも秋冬物の,の方がすごい好きでまあジャケットとかねあのすごい金の好きでまあどっか遊びに行くのにもねそういう好きな服着て遊びに行けるっていうのですごいまあ気分もいいんで好きっていうのとあとまあやっぱねあの食欲がねだんだん出てきますよね。 夏場僕全然もう食欲なくて、もう毎日ほんまザルそばでもええんちゃうかなっていう気するんですけど、あの、うちがあんま食べなくても食べれるよりも夏場はね、もう飲むことの方が多い、ほんまね、ちょっとダメなんでしょうけど、多くて、でもこう秋になってくるとだんだんね、食欲も出てきて、うん、あの、ね、美味しいご飯も多いんで、そこ好きですね。 あとちょっと食べることばっかりになってあれなんですけどやっぱ美味しいねあの果物っていうのも増えてくるんで僕すごい牡蠣とか梨とかぶどうとかが大好きなんで、まあ、味覚ばっかりなんかも行ったりするんですけどあのそんなのを楽しめるっていうのもすごい好きですねあとまあ秋なんですけど、まあ、僕すごい洗車がねあの自分のまあ車持ってるんですけどあの洗車がすごい好きで 夏場もね、やっぱやるんですけど、かなりちょっと時間帯を選んでやらないと、あの、イオンデポジットって言ってね、あの、僕乗ってる車が黒い車なんで、こう、洗う時間帯とですね、あの、あと洗う手順とかなんかしっかり考えてやらないと、車綺麗になってるんか、汚くなってるんかわからんみたいな感じになってまうんで、まあ、その点ね、秋とかやったら、 そんなに時間帯選ばなくても。あと、ま、やっててもね、そんなに体力の消耗も少ないんで、洗車を思いっきり楽しめるっていうのもあるんで、まあ、秋が好きですね。あと、そうですね、まあ、秋といえば、うん、そうですね、まあ、あと、運動会とかね、ありますけど、僕結構スポーツ好きなんですよ。ただ、ま、ちょっと暑いのが苦手なんで、夏場どうしてもね、ちょっと運動不足気味になってしまうんですけど、 秋になるとね、またランニングとかもしやすい季節になってくるんで、うん、ぼちぼちまた体も動かし始めたいなって思ってるんですけど、あとそうですね、まあこれはもう個人的なちょっと感想なんですけど、なんかちょっと秋って、こう、寂しい感じしません僕すごいね、このあの人肌寂しい感じというか、ちょっと秋のね、ちょっと、 そういう感じがすごい好きでまあそんなんもあってうんすごい秋楽しみなんですけどねあとそうですね秋というとまあね芸術の秋とか読書の秋とかいろいろ言いますけど僕ねあの読書もすごい好きででまあいろいろ本とか読んだりするんですけど、まあ、そういう意欲もねちょっと夏場 ちょっと集中力がこう <coughs> 途切れてしまうっていうのがあるんですけどまあ秋はねこう本に集中して読書を楽しむこともできるんでだから秋はねほんま楽しみなことが多いんですごい好きなんですよでまああのー、基本的にはね99月10月11月っていうのがまあ気象学的には秋と呼ばれてるらしいんですけど もうね、今10月入りましたんでもう半分ねその大好きな季節がちょっと終わってるんですけどでますますこれからね秋深まってくるんで、まあ、紅葉なんかね見に行ったりしたいですねピカピカの車で,うんで僕すごいお寺とかがねブラブラするのが好きでこう普段なかなかねこう、ぼーっと散歩したりとかすることってあんまりないんですけど この時期ね、あの時間があれば、裏と、ま、あ京都なんか行ってね、お寺なんか見たりして、で、帰りね、あの、湯豆腐がすごい美味しい店が京都あるんで、ま、あそこで紅葉を見ながらまた湯豆腐のね、ご飯なんか食べたりして、ストレスをね、解消したりもしてるんですけど、まあね、この好きなシーズンって過ぎるのがすごい早いですよね。 夏場も毎日はささみの、ね、音で起こされて家出たらもうカンカン照りでねうそれドア開けるだけでもうテンション下がってまうんですけど秋はねやっぱ涼しいんで毎日やっぱ意欲的に過ごせるっていうのもあるんでね,だね、まあ、この時期あのー、やっぱ風をね引きやすくなってくるんで、まあ、そこだけちょっと注意して。 大好きな、ね、秋のシーズンを楽しみたいなと思います。